つまりは好奇心に囚われてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らないホールケーキ、木製の君届けたんだ。クローゼットでまた今日も小さな体漂うせあって眠るのさ、壊るのさ、想像たやすい安全。私が粉粉のどこにも行かないで濁った正体の鈍い目を覚ませ夜の地下たつれた子もじゃ無邪気なままでまだ痛かった。あいつは好奇心に殺されたようだ。狡猾なフレなら試したんだ。無駄のわからない嫌な行為、満面の笑みでうざってたんだ。クローゼットでまた今日は一人で待つならこんなもんか。壊るのさ、壊るのさ、こうで、求め続けるガチガチガチ止まる余震もとまいてよ。ふだんなってしまいな天地が逆さまになる。なんでどうしても楽つんだ。止め窓から見た景色をまた覚えています。いっそ消えてなくなるだけのイエロー。イエロー、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 と間違えて崩れ落ちた帰り遂げ脱いすくいなどないよ。